In October 2020, a new ground geoglyph was discovered on or near Nazca Plateau, Peru. It is said to be a picture of a cat. All Japanese TV stations reported it all at once. The image on the upper left is image, and according to the reporter of this TV station, they say it is a cat. The reporter says that it has been difficult to identify it for a long time, but it was found this time by analysis of aerial photographs. The lines are most possibly painted with plaster, as is usual in this case. 2020年の8月、ナスカ高原でですね、猫の地上絵が見つかったというニュースが日本で大々的に報道されました。そこでナスカ市在住の私の協力者にその絵をですね見せまして、あなたはこれをどう思うかってことを問い合わせましたところ、現地ではフェイク、インチキだというふうになっているそうです。で、この小山はですね、ナスカ高原を見下ろす位置にありますから、展望台は以前からあったと。しかし誰もその地上絵には気がつかなかったということなんですよね。で、その地上絵の写真をですね、このように、撮って送ってくださいました。で、まあ、これはですね、要するに瓦礫の上に線を描いて、で、石膏を巻いてそれらしく作り上げたインチキだというわけです。広志林、浜松シティジャパン。で、この様子といいますか、猫の地上絵と大変様子がよく似ている地上絵が、まあ、日本のある大学が発見したと言われている、ラマの絵ということになります。で、これからそのラマの絵を見ていただきますが、場所、つまり緯度経度は未だ明確に言ってますか、その地上絵の保全のためという理由でですね、明らかになっていません。しかし、まあ、その場所がですね、大体まあ分かりますので、その現地の方にですね調べてもらいました。で、あちこちを調べて、写真をですねたくさん送っていただいたんですけども、まあ、その辺りにはですね現在何も見つかっていないということだそうです。そして、まあ、写真も送っていただきました。これが今ご覧いただいているのがナスカの地上絵と言われているものですけども、これは地上絵ですよね。で、これが、まあ、日本のある大学が発見したと言われている、まあ、戦後最大の発見というようにですね、NHK の方で報道され、7時の定時番組の中で報道され、記者会見までして発表されたラマの絵ということなんですけども、まあ、よくわからないわけですよね。この動画もその現地の協力者の方に送りました。で、この場所を特定してほしいと、そしてその絵を調べてほしいということで、まあ、そのようにお願いしていたわけですけども、報告が届きましてね、そして現在何も残っていないということなんですよね。ではその絵はどこへ消えたのかということになるわけですけども、これは大変なことですよね。特にこのラマの絵、ラマと言われている絵はですね、長さが15メートルあります、まあ、巨大な地上絵ということになるわけですよね。で、私の方でその場所、緯度経度が示されていませんでしたので、その周りの様子からですね、その場所を、まあ、特定してみたわけですけども、まあ、よくわからないんですよね。で、まあ、現地、そのナスカ市っていうのはありますからね、今下の方、左下の方にその町が見えます。で、まあ、いろんな場所をあちこち探してみたんですけども、どうやらこの辺りかなということなんですけども、まあ、15メートルあればですね、それが地上絵であるならば、Google Earth の方でもしっかりとそれを捉えることができるということで調べてみたんですけども、分からなかったということなんですね。その日本のそのある大学の研究者の方がですね、まあ、ぜひその緯度経度を私たちに示していただきたいと私は願っています。まあ、大変なことですからね、戦後最大の発見。NHK です、まあ、要するにこの場所かな、この場所かなということで4箇所をですね候補に挙げて、まあ、いろんなねラマの絵が見つかったということで、その大学では報告してますのでね、それぞれの場所をこうして特定してみたわけです。これが、まあ、ナスカ高原のラインの様子ですけどもね、みんなですね戦後最大の発見と言われているラマの絵の様子ですけども、様子が全く違うということですよね。
でこれがですね、まあ、要するに全長15メートルあると。でこの山の形からですね、その現地の方がですね調べていただきまして、その写真を送ってくださいました。その様子はですね、この後すぐに皆さんにご覧いただけるようにしておきます。でもう一度そのナスカの地上絵と比較していただきたいんですけども、明らかに様子が違うということと同時にですね、まあ、私のライン理論、ナスカ理論、そして、ナスカの、まあ、この地上絵イコールいわゆる道路標識施設などと照らし合わせてもですね、まあ、このようなところにこのような動物がですね描かれているということがですね、どこか、まあ、クエスチョンマークがつく絵ということになるわけです。でこれがですね、まあ、その瓦礫の上に描かれた絵ということなんですけども、どうなんでしょうか。はい、ということになるわけですよね。ですから、まあ、繰り返しになりますけども、ぜひ緯度経度をですねしっかりと示して、そして、まあ、その多くのこの疑問符に対してねしっかりと答えていただきたいなというふうに私は考えています。何しろ戦後最大の発見ということになってますから、大変興味があります。なおかつ7時のね定時ニュースで報道され、その番組、そのテレビ報道の中でね記者会見まで開かれて、まあ、日本に大々的に報道されたビッグニュースですから、私もどうしても捨ておけないということになるわけです。でこの辺りにそのラマの絵がですねたくさん描かれているということなんでしょうね、まあ、しかしまあということなんですけど、皆さんどうなんでしょうか。ラマの絵なんですよね。でラマの絵です。はい、ラマの絵ということになっているわけですよね。でこのこれはあの番組の中からその絵を撮らせていただきましたけども、よくわからないということなんですよね。で明るくしてみるとなんとなくこうラマの絵が浮かんでくるということなんですけども、まあ、先ほどのね猫の絵と、まあ、描き方が大変よく似ているということですよね。ということなんですけども、まあ、今の段階では何とも言えないということになります。で現地の協力者の方がこのような写真を、まあ、広しこの辺りじゃないかということで送ってくださいました。で現地へ行っていただきましてね、まあ、このような写真を送ってくださったというわけですけども、これが先ほどラマの、まあ、絵があったと言われている丘と同じ場所で同じような方向で撮った写真ということになります。となりますとここにラマの絵があるはずなんですけどもね、2つ考えられるわけですよ。まあ、1つはもともとラマの絵ではなかったということと、もう1つはそのこのラマの絵がですねこの数年の間に風化して消えてしまったということになるわけです。まあ、これは大変なことですよね。はい、保全がうまくいかなかったということになるわけです。まあ、以上あくまでも報告ということですけども、クエスチョンマークをつけて一応ここでは終わっておきます。In October 2020, a new ground geoglyph was discovered on or near Nazca Plateau, Peru. It is said to be a picture of a cat. All Japanese TV stations reported it all at once. The image on the upper left is image, and according to the reporter of this TV station, they say,It is a cat. The reporter says that it has been difficult to identify it for a long time, but it was found this time by analysis of aerial photographs. The lines are most possibly painted with plaster as is usual in this case. The lower right is ground geoglyphs discovered by a Japanese university in theMountains in Nazca in 2014. It is explained they are pictures of Lama. Even in the news of NHK at 7 o'clock p.m., this news was widely reported all through Japan as the biggest discovery after the war, and even a press conference was held in the news. However,
These ground geoglyphs are completely different from the others I have examined as Nazca ground geoglyphs in Nazca. Or are these two geoglyphs really Nazca geoglyphs? You can see how different they are, for example, by comparing them with the geoglyphs that remains in Lulipata. It's obvious at one single glance. Please see my video about the Nazca lines of Lulipata, which I will connect to soon later. It is a pity that the latitude and longitude of the Nazca lines of Lama, which has been discovered by Y University in Japan, have not yet been released for conservation.2020年10月、ナスカ高原で新しい地上絵が見つかったそうです。猫の絵と言われています。日本のテレビ局は一斉にそれを大きく報道しました。左上の画像がその画像です。このテレビ局の報道によれば、これは猫だそうです。また長い間見えにくくなっていたが、航空写真の分析でそれが分かったそうです。なお白いラインは石膏などを巻いて分かりやすくしたものと考えられます。また右下は日本のある大学が2014年に同じくナスカの近くの山の中で発見した地上絵だそうです。ラマの絵だそうです。 NHK の午後7時の定時ニュースでも戦後最大の発見として大きく報道され、記者会見まで開かれていましたが、これらの地上絵は私がナスカの地上絵として検証している地上絵とは全く異質のものです。あるいはこれら2つの地上絵は本当にナスカの地上絵と言えるものなのでしょうか。どう異質かは、例えばルリパタに残る地上絵と比較してみるとそれがわかります。一目瞭然です。そのルリパタの地上絵についての私の検証動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。なお日本の Y 大学が発見したと言われているラマの地上絵については保全のためという理由で、その経度、緯度は未だに公開されていません。結論ということになります。3枚の写真を見比べてみてください。 A がですね、2020年に発見されたという展望台の、その山に発見されたと言われている猫の絵です。で、 B がですね、現地の方がですね送ってくださいましたその写真ということになります。 C がですね、日本のある大学が発見したと言われているラマの絵です。ほとんど同じ場所から撮った写真ということになりますけども、C にはそのラマの絵らしきものが表現されているわけですけども、それから7年経った2021年の B を見ていただきたいんですけども、何も残っていないということですね。つまりラマの絵はどこかへ消えてしまったということになるのではないでしょうか。で、A の写真がですね、これは現地ではフェイクキャット、
インチキ猫と位置づけられているそうです。となりますと、一体こうした事実をどのように考えたらよいかということになるのではないでしょうか。が、今はあくまでも疑惑の地上絵という形でですね、ペンディングにしておきたいと考えています。Bye for now.